真ん中開け、真ん中打ち。So baby buddy, you we gonna save it. サハラ砂漠のサハラという意味は砂漠っていう意味だよ。だから砂漠砂漠。どうも皆さん、こんにちは、ヨネビです。今回もね、楽しくフォートナイトやっていこうと思うんですけども、私の超必殺技、最近取得した超必殺技、皆さんご存知の方もいらっしゃると思うんですけども、超必殺技真ん中開け真ん中打ちについてね、ご紹介しながらソロ私やっていこうと思いますよ。皆さん、真ん中開け真ん中打ちご存知でしょうか。私のチャンネルでは日々ためにもならない動画アップしますんで、お気に召された方だけチャンネル登録よろしくお願いします。それではやっていきましょう。レッツゴー。ご飯とパーン、トゥルトゥトゥルトゥトゥン。まず開幕、サブマシンガンをゲットする。あ、違います、サブマシンガンをゲットします。エケーをゲットしていく。タクティカルショットガン、違う、すいません、失礼しました。タクティカルショットガン、よし、やっていこう。真ん中、真ん中開け真ん中打ちの極意をね、習得すればね、皆さんも簡単にビクロイが取れるというので、私はね、立証していきたいと思います。立証だっていうのが、ショーカーに変えます、ショーカー。タクショポイ、タクショポイ。なんでここに青ポンあるの。センキュー。タラララララララ。夢の中にあること。ん？無理か。悩ましい限りだぜ。センキュー。めっちゃアンチ入ってるやん。これ真ん中開け真ん中こっちいらないんじゃね？いやー、もうちょっとでチャンネル登録5000人ということでね、私5000人分のチャンネルを登録するっていう動画を前回上げさせてもらって、だいぶ後悔しておりますね。皆さん、たくさんのコメント本当にありがとうございます。取り返しをね、つかないことをやらかしてしまったと、後悔に満ち溢れております。センキュー。それでやっていきましょう。やらさせてください。チームスタック初動誰もいないってことは、僕と戦いたくないってことだね。インゴトゥーが余ってるんで、私、改造していきますよ、改造。資材集めるのめんどくさい、ソロ。集めるのめんどくさい。まあゆっくり集めていきますよ。真ん中開け真ん中落ちの極意をね、私は見せていきますよ。へっ、ごめんなさい。一発撮りしたいな。いや、誰もいないんですいません、戦闘までカットします。ここにジャンパー、ここにジャンパー、ジャンパー2つ並んでジャンパー、ありがとうございます。ジャンパーに、これめちゃめちゃ状態よさみちゃん。よしよしよし。やっふー、やっふー。深夜5時やぞ。夜中の5時やぞ。夜中の5時動画を撮ってみます。夜中の5時ってことはですよ。わー、真ん中打ち真ん中開けの強さをね。なんで逃げんの。よし、ふざけるなー。わあ、何を逃げとんねん。絶対に伊賀さん。はい、やってまいりました、アイワナビー対ニート。こちらアイワナビー選手、上から上空へと乗らせていただきます。真ん中開け真ん中打ち、真ん中開け真ん中打ち。そう、これがアイワナビーの実力です。ジャンパー2枚使ってもうた、はよばよ。切れそう。真ん中開け真ん中落ちって言えてたかな。ジャンパー2枚使っちゃったくせに、資材全然ナッシングパーティーン。資材全然ナッシングパーティーン。そう、真ん中開けをすることによって、すぐピースコントロールできるんですよね。だから、そこまで視点を動かさずに、屋根を入れたり、囲うことができる。で、
窓開けの編集をすることによってキャラクターがぶつかって、なんて言ったでしょう、相手のマス内に入らなくなるんですよね。この相手のボックス内に入らなくなるんですよね。だまあ食らう場合もあるんですけど、ちゃんと視点を意識して打たないといけないんですけど、キャラクターの場所と、メリットのメリット多いですね。この説明が正しいか分かりません。すいません、分からないんで他のチャンネル見てください。戦っとるやないかい、この資材で勝てんのか分かりまへん。真ん中開け、真ん中打ちの極意をね、私が見せつけてやろうぜ。開けてくるでしょ、こういうとこ。うわっ、目と目が合う。目と目が合う。やば、やばいね、これ。真ん中開け、真ん中打ちどころか。目と目が合う。はい、あぶねー。真ん中打ち、真ん中開け、わけわかめ。どういうこと、なんか知らないけど勝ったっぴ。あと敵さんはてか、もう一発撮りなんで大丈夫かな、これ。喋り大丈夫か、めっちゃ心配になってきたんですけど、残り敵さん112。やっていこう、やっていこう、やっていこう。敵さんいましたね。ジャンパーがないですね。やっていって、やっていって、見てって、こちらは車、こちらは木、こちらは平原。はい、俺I wanna be。いきますせ、いきますせ、頑張りますせ。ビクロイ目指して頑張りますせ、2キロしか知ってんばっせ。お恥ずかしいな、お恥ずかしいな。あ、私のアイワナビー1が最終アンチになっております。やっていきましょう、やらさせてください。ふっ、アンチに入るのが正解。そう、ソロはね、基本ね、さっきアンチに入った方がいいっす。予報も来るし、もうアンチ外で戦ったらろくなことないと信じてやっていきましょう。私はポジティブシンキングでやっております。は？この人、はい、真ん中開け、真ん中打ち。あー、やらかしたー、最悪ー。噛まれても助けてくれない、これやばいぜ。エイリアン、状況が不利すぎる。真ん中開け、真ん中打ち、真ん中開け、真ん中打ち、真ん中開け、真ん中打ち。そう、ピースコントロール一切しない、やめやろ。よくわからないけど、そのままピーコントロールで打ちく。やっていく。真ん中開け、真ん中打ち。真ん中開け、真ん中打ち。真ん中開け、真ん中階段落とし打ち。このエイリアン倒してくれよ、ええ加減。もうエイリアンいいや。
真ん中は真ん中、真ん中じゃないわ。ごめんなさい、左。右？よくわからない。ありがとう。これ、エイリアンも回復するの？この HP。大丈夫これ。エイリアンも回復するの？な、これもう戦いにくいんやけど、これ、ほんとに。なんかミニポ拾えてないしさ、あと一人敵、二人？どこにいるの？もうエイリアンで戦いたくないって。水、水あるね、水。なんか戦いにくいっすね、これね、エイリアンちゃん。なんだもん。よしよし。これで本来のサロンパスの姿を手に入れたっぴ。あと二人どこっぴ？全然いないっぴ。リクロイしたいっぴ。真ん中開け、真ん中打ち。これぞ真ん中開け、真ん中打ち。センキュー。アポロ建築必殺、アポロ建築。これはアポロチョコレートを散りばめることによって敵のヘイトをかいくぐることができるんだ。あれ、ええ、どこにいる、えどこにいるの、えどこ？うわ！いいの？戦う？真ん中開け、ピースコントロールからこにゃにゃちは。真ん中開け、真ん中打ち、真ん中開け、真ん中打ち、ビークロー、センキュー。これぞ真ん中開け、真ん中打ち、マジマジ。ありがとうございました。ご視聴。よければチャンネル登録、高評価、気が向いたらしてくださいませ。ジージー、アイワラビーでした。やっほー！バイバイ！